フィギュアスケートの、ピョンチャン五輪銀メダリスト、宇野昌磨は、音声サービス、ナウボイスを更新し、自分の性格について語った。幼少期を振り返り、小さな頃は本当に喋らなかったが、心を開いた人にはちょっかいをかけたりしていた、と話す。今は自分のことを他人に喋るのが、好きになったといい。その変化について、スケートで、結果を出すことで、自分の発言に自信を持つことができるようになったから、と明かす。自分の性格は根本的なところで、恥ずかしがり屋なのは変わらない。自分に自信が持てることを見つけられたからこそ、自信を持って話すことができている、と、締めくくった。